です。大江みなとです。フェクティアンジョコロです。ようこそおいでませー。極めよ、自撮り。セルフフォトスタジオ撮影会。本日はオリジナルセルフフォトスタジオ、イクスピアリテンさんにお邪魔しております。お邪魔してます。撮影協力いただいて、写真をたくさん撮っていこうと会を開催するわけですね。はい。スタジオメニューが入ってくる。セルフフォトなんですね。そうですね。これつまり自撮りでございます。そうだね。コスプレは自撮りが大好きなんですよ。着替えて、撮影する前に自撮りしてる人いるから。そうだね。それぐらいみんな自撮りが好き。格好して自撮りする人もいるから。うん。とにかくみんな自撮りが好きだ、はい。そんな自撮りの頂点。頂点。それがセルフフォトスタジオ。言うなれば。はい。ここのスタジオさんでは被写体だけで来て写真を撮るっていうサービスをされてるんですね。すでにカメラが置いてあって、ストロボとかの機材も置いてあってシャッターを押すだけっていう状態の場所。ちょっと皆さん気になってると思うんですけれども、何ですかこの格好は。何ですか。創作コスプレをさせていただいております。はい、うちらの創作コスプレ地味なんですよね。みんなだってさ、角とか、はいはいはい、耳とか、あ、そうだね、なんか魔界から来ましたそう、いろいろさ設定を上乗せしがちじゃん。まあ、ファンタジー感強めの創作がまあ基本は多いですけど、うちらはトリグランドホテルの創作をはじめ、そう結構現代チックなのが多いんですけど、そうね、確かに今回も現代でございます。はい、あの先日小雪さんのところでね、あの女装の会があったんですけど、先日だいぶ前です。だいぶ前、もう去年か、あやちゃんっていうねギャルの女の子をやったんですけど、まあ、勝手にその後私、あやのあやようという人物を生み出しまして、で、まあ、それはもう完全に一人で、あの、タックコスでね、やって TikTok 撮るぐらいの感じだったんですけど、再びちょっとまた衣装チェンジして、ナンバー2のホストということなんで、で、一緒にやる、じゃあ、ちょっとあんちゃんも今回一緒にホストになってもらおうかなというところで、今回、ちょっとなんかね、大丈夫かなっていう、今日はあの同じ場所で働いてるであろうホストっていう設定なんで、ナンバーは聞かないでください。ナンバーワンでないことだけは分かります。はやてです。よろしく。古い。なんで古い。ホストのノリが分かんない。というわけで、早速、スタジオの中を見ていきたいと思います。レッツゴー。入り口でございます。なんか、ギラギラ輝くオリジナルという文字で。そうだね。まあ、こっちに普通に受付があるんですね。で、ここで受付して、中に入っていくっていう感じですね。ゴローブがすごいいっぱい並んでますね。おー、すごい。自由に使っていいそうですね。最高じゃん。椅子も。椅子も？なんかいろいろありますね。かわいい。かわいいね。かわいいアイテムがいっぱいありますね。なんかハートが。何それ？え、やばいじゃん。みんな求めてるやつだ。スタジオ端から行ってくか。あ、なんかすごい蝶々かけてある。あ、ほんとだ。かわいい。ここが1個目ですね。ちょっと紫っぽいのかな？パステル。系の、うん、そして次、白、お、白彫りですか。まあ1人から2人ぐらいがちょうど良さそうなサイズですね。まあそうだね、2人、マックス3人かな。そうだね、ここはシンプル白彫りだね。うん、ピンクかわいい。ピンク、黄色、青、あ、かわいい、いろんな色。あ、そっちは黄色で。そうだね、いいぞ、いいぞ。いいじゃん、三色背景、ここお得だね。ね、てかここちょっと広くない？広い。ここの部屋若干広め。シルバーか。そうだね、シルバー。ちょっとテカリのあるシルバー壁。ここはわりかしかっこいい感じが取れそうですね。めっちゃ合ってるよ、あなた今。本当？うん、なんかベストシルバーだし。そうで、こういう椅子は自分で持って入れるというか、スタジオにね。そうだね。なんで椅子に座ってる風ショットも取れると。うん。あんちゃんが大好きな。やったー！ボールプールゾーン。ボールプールがあるんですね。フォトスタジオさんなんで、あの、うん、子供さんも来られるということで、うんうん、そういった方向けかな。あとはフィッティングルームもあるみたいですね。あ、まあ更衣室的な場所があるので、個室じゃないけど、なんていうんだ、この囲われた空間で囲われた空間で着替えができます。こういう衣装の貸し出しをしてくださっているそうで、まあ、かっこいいジャケットなんかもあって、ね、メンズ向けのもちょっとだけ、メンズ向けのもあって、でこれはもちろん女性が着ても、うん、OK ですって思って。着物も借りれるみたいだね。七五三とかもあるからあれかな、うん、なんかコスプレスタジオに慣れてるからさ、衣装借りれるっていうの慣れないよね。確かに確かに。メイクスペースもあるみたいです。素晴らしいね、この女優鏡。ここでメイク直しができると。あとあっちにはプリンセスドレスがいっぱいあるね。かわいい。またもう、俺はちっちゃい子用かな。ちっちゃい、めちゃかわいいな。小さいお友達。あ、小さいお友達。
こんなん着て出かけたい人生だった。これで出かけるのは無理だ。無理なんだ。まあこういったレンタルもできますよと。これからちょっと2人で1個ずつスタジオを回って、うん、ここのスタジオだとこんな写真撮れるねとかやりながら、うんうん、あと使い方も説明しつつやっていきたいと思います。というわけでまずはコスプレイヤー大好き白堀に行きましょう。やったね。移動します。白堀に行きました。どうやって使うんですかっていうお話なんですけれども、まずここに三脚でもうすでにセットされてるカメラがあります、うん、基本は縦撮りなのかな。でも別に動かしていいそうです、うん、こっちストロボ、うん、これが光を放つ機械ですね。そうです。シャッターを押すと同時に明るい光を放つことで明るい写真が撮れると、うん、そういうシステムです、うん、全てを司る機械がこのリモコン。これも押すだけで写真が撮れちゃう。すごい。押して隠して、おお、いいね。パソコンで画像が見えるんですね。すごい。すごくない？今撮った画像をそのままパソコンでお届け、リアルタイムの映像はここで映ってますという感じですよ。ほら、めっちゃ嬉しいな。いや、これ本当に嬉しい。撮影の練習にもいいかもね。いや、めっちゃいいよ、うん、ポージングの練習になるよね。というわけでこのシステムを使って今から写真を撮っていきます。はい、リアルタイムですっていう。すげー。5秒でポージングするのは結構むずい説あるわ。しまってポージングまではちょっと間に合わないから。ポケット押しは？ポケット行くよ。いけた。おお。いけた。これでいけた。おお。ポケット越しもいけるわ。新しい技を生み出してる。今3、2、1。うわー、かっこいい。3、2、1。面白いし、リアルタイムで写真確認できるのがスーパー助かる。ね、めっちゃ助かるね。めっちゃ助かる。そのキャラクターのポーズ上手くなりそう。そうそうそう。しかも写真めっちゃ綺麗に撮れるしね。ね、だって今シャッター押しただけだよ。そう、もうその場にある機材を使って、ね、データは全私らしいので、そうだね、撮った枚数分をもらえるそうですよ。ちょっとここ以外のブースもいろいろあるので、他のブース行ってみましょう。というわけで、紫色のスタジオに移動してきました。小道具を撮ってきたのさっき。これも使って撮ってみたいと思います、はい、システムはさっきと一緒でね、カメラとストロボが置いてあるので、そうやっていきましょう。3、2、1。うわ、天才だ。うわぁ。3、2、1。食べようとしてる。食べようとしてるな。食べようとしてる。3、2、1。え、かわいいじゃん。まあ、2ブースぐらいやって分かったことなんですけれども、ストロボとカメラの配置だけで神みたいな写真がめっちゃ撮れる。いや、そう、やばすぎる。これすごい。これ時間の関係上、次のブースに移動しましょうか。はい、はい、まだまだありますので行きます。ちょっと次は椅子を使おうということで選んでます。お、無難にしろ。ライトをこうやって持っていきます。はい、カメラを移動させます。綺麗だな。なんかふんわりしてる。透明のパイプ椅子。透明パイプ椅子見つけた。お、やってみよう。チャレンジ。ちょっと待って、保護者。子供の参加みたいな。卒業式だ。入学式だ。保護者だ。幼稚園の入学式。私が保護者なのか、もうこのパイプ椅子は全員保護者にしてしまうのかを知りたい。マジ被写体力じゃない？
みなちゃんが奮闘している絶対スタイリッシュ保護者にはならねえ。私と一緒にスタイリッシュ保護者になろう。ならねえ。子供の参観日に行こう。みなちゃんのこの微調整がどう生きてくるのか見どころですね。3、2、1、こちらです、みなちゃんの作品。おお、確かに足でパイプを隠すことによってスタイリッシュ保護者感をなくした。そうです、やるなあこいつパイプ椅子だなって分かる部分を隠す、うん、あ、なるほどね、はい、でもじゃあもうじゃあパイプ椅子じゃなくていいやん、うん、あ、やばあ、そうだなパイプ椅子じゃなくていいかな。最後の文字にやってまいりました、うん、こちらはシルバーテカテカ壁で、ここのスタジオではですね、ストロボをね、お借りするプランがありまして、うん、本格撮影プランっていうのかな、ストロボの貸し出しもね、セットでついていますので、うん、今日それも試してやってみたいと思います、はい、カラーフィルターもなんとつける、これだけ色が用意されております。すごい、ほらほら、すごくね、うん、カラーフィルターをストロボに取り付ける用のやつがあるんで、それに色を差し替えて入れるだけで色が変わります。カラーフィルター撮影ならみんなやりたいじゃん。やりたいでしょ、そりゃ、ね、ストロボの、ね、設定とかはお店の方がやってくださるので、うん、マジでこれをシャッターを押すだけ、うん、おー、すごい、すごいことになってる。例えば後ろから当てて撮るということもできると。はい、こういう感じですね。スプレー写真でよく見る。すごーこれスタイリッシュですね。でこれがまあいくらでも色変えれると。であとは2種類使うという説もあるので、それも1回試してみますか。ここのカードなんだろう、差し込みカードを抜いてここに新しいカードをスキャンすると。スキャンで、おお、こうパカッとかぶせるだけですね。オッケー、トントン。今あそこの角に立ってもらって、 あそこからとここから遠隔射撃撮ります。3、2、1。え、可愛いね、普通に可愛い、すごいいい感じどの世界線何能力者の世界線の、はい、なんていうこと。3、2、1。能力はないんだよ。あ、そうだ、能力ない。能力ないよ。通常トロップの人は、量は能力者になりません。え、量は能力者じゃないの？能力者じゃない。おお。かっこいい。かっこいい。かっこいいよ。これやばい。わざとちょっと片方脱いで。そう、わかるわかる。こっちだけさ、なんか脱いでこっちの手の力を解放しましたみたいな感じするもんな。もう一個だけやりたいことがあります。はい、なんと、プロジェクター撮影ができます。すごい。本格撮影プランってやつを申し込めば、プロジェクター撮影もセットになっているので借りることができると。すごい。せっかくなんで試してみましょう。試しましょう。で、ここのブースでちょっとやってみたいと思います。はい、行きましょう。というわけでプロジェクターの準備が整いました。はい、で、なんか画像を選べるんだよね。こちらのパッドごと貸していただけて、はいはいはい、いろいろサンプルの画像がね。おお。自分で持ってきたスマホのに入ってる画像を使っていいってことです。そうそうそう。この今こう画像を選んだやつがこのままこっちに投影されるんですね。はい、すごい。ほんでその前に立ってで写真が撮れると。3、2、1。まあ、で撮れた写真がこっち。いや、すごっ。すごい。え、すごくね、普通に。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗だね。英文で。おお、顔が英文になった。いきまーす。3、2、1。うわ、めっちゃかっこいい。なにこれ、すごっ。かっこいい。めっちゃかっこいいよ、これ。すごいな。おもろプロジェクター撮影。いや、面白い。こんなおもろいんだ、プロジェクター撮影。知らなかった。はいはい、そういう説もあるね。はい、3、2、1。うわー、なにこれ。広告やん。広告だ。広告が出てる。3、2、1。かわいい。かわいいじゃん。超
はい、3、2、1水の能力者だ。あ、スポットライトやりたいね。撮ります。3、2、1レパンこれだっていう無限の可能性を秘めたプロジェクター撮影、うん、今日試したことによってさ、プロジェクター撮影無限の可能性広がってないわ。広がった。いや、私もじゃあコスプレであれやりたいってなってるもん。なるな。あと画像をね、持ち込み OK っていうのも結構でかいね。壁の色とかにもよるかもね。あ、そうだね。ちょっとカラー系だとちょっとやりづらかったりするのかもしれないし、色がある画像だとモノトーンの背景の方がいいかもしれない。うんうんうん。じゃあちょっと移動します。もう一つだけレンタルサービスがありまして、なんとチェキのレンタルサービスっていうのがあるんですね。スタジオの中にいてももちろん借りれるので、ちょっと今日はそれを試しにチェキ取りしてみたいと思います、はい、お外に持っていくのもありらしいので、そのまま持って外に、うん、でもいいことになってるので、まあ、今日はスタジオの中で使うんですけど、ね、うん、持ち出し OK の貸し出し機材ということで、はい、使ってみたいと思います。まあ普通のチェキです。むっちゃ可愛いんだけど見て。ほら、これちょっとね、1回目で画角を失敗した。画角失敗しちゃった。チェキ。チェキ。可愛い。というチェキを撮るというサービスも受けれる。はい。まあ、正直コスチェキなんか撮りたいに決まってんだから。コスチェキ撮りたいとかいう人は、うん、スタジオ来たついでにコスチェキを撮るというのはとてもありなのかなと思います。まあ、これで全て紹介しきりましたね。そうだね。じゃあ移動して最後まとめをお話ししましょうかね。はい。いただきます。お疲れ様でした。撮影終了でございます。はい、いろんなライティングを試せたのがよかった。普通のストロボ1灯と、あとカラーフィルム使って1灯と2灯を使ってとか勉強になりました。こう当てたらこうなるんだっていう。あとさっきも言ってたけど、ポージングね、撮るためのカメラ見ながら、あ、これしたらこうなるんだみたいな研究もできるし、自分のためになった。そうだね、自分のためになった。というわけで今日撮影にお邪魔しているのがオリジナルセルフフォトスタジオ、はい、エクスピアリテンさんでございます。こちらのスタジオでは15分からなんと撮影できるプランがあるんですね、うん、コスプレイヤーさん向けになんと75分のプランも出ておりまして、でそのコスプレイヤーさん向けのプランの本格撮影プランの方はのストロボとプロジェクター撮影もセットでついてるという形になります、はい、全部ブースをね、うん、ちょっと紹介させていただいたんですけれども、基本的に一つのブースを使ってその時間内に撮影ができるという形になっております、はい、75分だったら、うん、でストロボも使えてプロジェクターも使えたら、まあパンパンに遊べそうですよね、うん、一瞬だろう、うん、着替えの時間がちょっと気になる方もいると思うんですけれども、お着替えの時間はまた別で、事前に着替えてその75分がスタートする前にちょっと準備する時間も取っていただけて、でスタジオには30分前ぐらいに入って準備してていいということなので、うん、まあちょっとある程度準備した状態で来て、そうだね、衣装着替えてってすれば十分楽しめるのかなというふうに思います、うん、はい、で今日は私たち創作コスプレで来ているんですけれども、はい、探検コスプレの撮影も大歓迎ということで、はい、初心者レイヤーさんでもちょっと練習したくなってきた人、シアスタジオハードル高えなみたいな、一人で撮影怖えなとか、カメラマンさんの知り合いいないなっていう人は結構いいと思う、うん、カメラマンさんのさ、なんか料金をどうしたらいいんだろうとかさ、いろいろあるじゃん、あと知り合いがいないから募集で言うのは怖いしとか、なんかいろんな問題があるんですけど、そういう問題がすべてセルフフォトスタジオね解決してしまうの、うん、だって自分で撮れるんだから。そうだね。あとはレイヤーさんじゃなくても自服でちょっと友達と記念撮影で15分プランという楽しみ方もあると思うので、うん、かなり楽しめる幅が広いなって思いました、うん、そうだね、コスプレで来場していいというわけではありませんので、お着替えは基本的にこちらのスタジオの中で、で最後着替えてから帰る。コスプレに関してはちょっとこのスタジオ内で完結するようにお願いします、はい、こちらのスタジオさんのホームページのリンクの方を概要欄に貼ってますので、はい、ぜひぜひ気になる方チェックしてみてください、ぜひぜひ。本格撮影プランはこちらのエクスピアリ店さんと、あと原宿店さんの方でもやってるそうなので、うん、はい、気になる方はチェックしてみてください、はい、というわけでいかがだったでしょうか、はい、自撮りの頂点を極める回、創作キャラもね新しく誕生したから、あ、私は既存っちゃ既存だ。あ、そうですね、私の前爆誕したんで、爆誕能力者早くちょっと待って、能力者早くか、能力者早く、ま
また登場するかもしれない。次はなんか覚醒の姿とかになってる。覚醒の姿そう、なんか大体あるから能力者覚醒したらちょっと変わるみたいな。ロングコートみたいな衣装変わるわ。衣装変わる。気になった方はぜひセルフフォトスタジオさん遊びに来てみてください。以上、小池店アンドコルでした。チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。バイバーイ。あやもよろしく。あ、いいな。まゆちゃんも知り合いなの？全然全然知らない